雑だ。やかましいね、やかましい、やかましいね。家で撮ると毎回この感じになりますね。はいはいはい。みなみな、皆様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 。はい。はい、行こう。あ、殺される。何？いや、あのね、土浦観賞魚さんで買ってきた赤い頭のさ、龍金。1週間後ぐらいにいきなり調子を崩して、ちょっとあの子だけいなくなってしまいました。ほら見て、やっぱちょっとね、季節の変わり目で天覆病になっちゃって、でね、今ね、あいつもちょっとだけ調子が悪い。致命傷ではないと思うんだけど、やっぱこうほら沈んじゃってんじゃない。ちょっとね、今龍金がね、もう初黒星と言いますか、非常にショック。可愛がってますからね。いや、ショックだな。他玉サバちゃんとかはあのほぼ一匹も落ちてない感じで、一瞬ね、なんかね、ちょっとまたね、あの今日水替えの日だから、あの苔落としてなくて、結構すぐこうなっちゃうのよ。うちライト照らしてるから、だからこれ水が汚いまま放置してるとかじゃないんで、入れときますね。言われてたもんね、水がって言われたけど、ミミズかもしんない。わかんないけど、ちょっとあの水別に汚くないですから、ちゃんと綺麗にやってますけどね。まあ、苔が生えるのは別にね、そんな悪いことじゃないんで、茶苔なんでちょっと良くないけど。そうで、ここの水槽がね、一瞬だからね、一瞬餌のやりすぎでエラ病にかかって、それを直しましたね。他はもうみんな元気、まあ見て分かる通りね、元気です、元気でございます。本当にね、結構すぐにこうなっちゃうね、この苔が生えて。まあね、で冬になってくるんで、あの餌の量減らして、ちょっとこう水温も下がると思うから、室内だからそんなにすげえ下がるわけじゃないけど、外のやつはね、もう結構温度差が今めちゃくちゃ激しいから、餌をやっぱあんまりあげないようにして、あとはグリーンウォーターにちょっとしてるね、外は。だからあの、あ、そう、グリーンウォーターってわかる？グリーンウォーターっていわゆるその抹茶みたいなさ、あの水のことなんだけど、あれってそのまあ濃度のさ、なんていうのかな、濃さで良しはあるし、あるけど、基本的にはグリーンウォーターが汚い水ってわけではないから。緑色の水イコールめっちゃ汚い水みたいなのは違うからね。それだけ言うと、グリーンウォーターって別にそういうの、あのメリットがあってやってる場合もあるから、すごく栄養を含んだ水だから。グリーンウォーターのね、話で言うと、あのスッポンモドキって亀いるじゃない。でスッポンモドキって亀がさ、あのヒーターを食べちゃって、ヒーターのものは全部出たんだけど、それをショック受けちゃってさ、本体がヒーター食ったからって言ってショック受けて、その後餌食いがガックをして、もう結構ガリガリになっちゃったの。で温度上げても何日しても、もう餌食わない状態になっちゃって、うわこれもうダメかなっつって、すっごいいろいろ試行錯誤したんだけど、もう最後の最後に、その時ね、初夏ぐらいだったのかな、ワンチャン、もう最後の頼みで、そのグリーンウォーター張ってるその外に置いてあった桶の中にトポンって入れたので、まあ夏ちゃんと暖かくて温度取れてて、冬前ぐらいまでもう本当に放置、グリーンウォーターの中に入れてて、餌とかも特にあげてない。そう、食わないと分かってるから、それ餌あげるとやっぱ汚れちゃうから、水がさ。そうだから食わない状態の時には餌あげないで、でグリーンウォーターの中でちょぼっと泳がしてたのよ。でまあ冬になる、差し掛かる時、本当にこのぐらいの時期かな、10月入るか入らないかぐらいで温度がガクンって下がる時があるから、その前ぐらいに引き上げたのね。そうしたらもうね、プックプクになってた、グリーンウォーターだけで。でいわゆる苔なんだけど、グリーンウォーターってやっぱそれのエネルギーをもうこう口からずっと吸ってるから、もうそれだけでもう回復してたんだよ。でその後なんなら調子良くなって、餌もバンバン食うようになって、普通にもう見たら追っかけてくるようになって、っていうぐらいグリーンウォーターってすごい威力があるの。だからグリーンウォーターにするためのなんかそのリキッドみたいなの売ってたりするレベルだからね。だから本当に勘違い野郎さん、
勘違い野郎さんいますよね。水が緑色だと汚いんじゃないかとか思ってる勘違い野郎さん。勘違い野郎です。勘違い野郎発見。はい、ピピピピピピ、はい、勘違い野郎発見、ピピピピピってなっちゃいますからね。大丈夫かな。そういうことなんで、まあ、グリーンウォーターはグリーンウォーターのね、そのメリットがありますから。見てる人は分かる。分かりますね。うん、金魚やってる人とか、まあある程度こう水やってる人は分かると思う。まあそんな話か。まあ金魚の話はそんな感じかな。今金魚の現状はそんな感じです。ちょっとね、この子が助かるかどうかが微妙な線になっちゃって、これもね、俺分かんないんだよね。なんだ、気圧なのかな。何かがきっかけでね、いきなりなっちゃって、ちょっとね、心配なんだよね。で、なるべく水はきれいにして、まあでも糞もね、ちゃんとね、尾を引いてる糞をしてるから、消化能力は悪くないと思うんだけど、で、同じ中国産でまとめてるから、ただまあちょっと、やっぱでっかい金魚はね、転覆病になって、こういう風に下に泳いじゃったりとか、することが多いらしい。うん、これも経験。じゃあちょっとこの子は頑張ってもらうっていうので俺は全力尽くすんでって感じですかね。まあ、ちょっと赤い子はね、残念ながらね、いなくなっちゃいましたけど。ということで、まあちょっと金魚コーナーのこの片隅に多分3億年ぶりぐらいに飼ったカメ、私のペットのカメちゃんをね、紹介しようかなと。これです。これなんてカメか分かる人いますかね。いますか。まあ幼体だからさ、パッと分かんない人はいるかもしれないけど、これ四つ目イシガメっていうカメでございますね。まあ中国付近、まあ原産の種類でございます。ね、可愛いでしょ。甲羅も綺麗で、お腹こんな感じ。もうね、俺がめっちゃ餌あげてるのプクプク、プクプクでございます。可愛いね。もう3億年ぶりに自分用のペットのカメを買いました。めちゃくちゃ久しぶり、カメを買うのは。で、もう一匹います。こっち、まあ本当になんか似てるよね。どっちを紹介したか分かってない。本当だよね。まあ赤みが強いだけみたいに見えるんですけど、こっちはジャノメイシガメっていうカメでございますね。こっちは中国原産。こっちは中国以外にもちょっといるらしい。そう、こっちは中国のみって言われてます。まあ特徴すべきはこの四つ目石亀。はい、これ今見えてます。首元わかる、このポンポンとこのね、目のような模様が入ってるでしょ。本当に四つあるんだ、これが。これがこの亀の最大の特徴、四つ目石亀で。こっちはジャノメって言われて、一個なんだけど、まあ長いんだ、こうなんていうかな、ちょっとね、見えるかな、こいつの方がシャイっぽいんだよね。出てこい、出てきてくれ。これに、ニセイシガメっていう仲間に分類されるカメなんだけど、まあ、この2種類がいますと。中国から輸入された子ガメなんだけど、この本国ではめちゃめちゃちゃんと保護されてるカメなんで、非常に貴重な生態になります。なので、お値段もちょっと高級。うん。昔から好きでね、ちょっと飼ってみたかったカメなんだけど、たまたまちょっとね、機会があったんで、1匹ずつ、飼いました。お迎えしました。お迎えにちょっと慣れないけどね。お迎え、おもてなし、お迎え。私は例えば古い人間のタイプの人間なんでね、だって古い人間、ん、古い思想の人間なんでね、ちょっとお迎えという言葉が重要ではないと思ってますけども、お迎えっていう言葉を使ったからといって別に動物を可愛がれるというのはないんじゃないかなって思ってますんで、俺はどっちでもいいと思ってます、それは。うん、可愛がる人は可愛がるし、可愛がらない人は可愛がらないので、言葉はあんまり重要ではないと思っておりますというわけで、まあお迎えしました。まあ非常に可愛い、ちょっとね、成長が楽しみでございますね。昔から欲しかった。まあ昔から欲しかった、なんかあんま持ってると可哀想だけどね。あ、マニアックなカメではあるのよ。だからマニアックっていうか、うん、まあカメ好きな人は知ってるけど、一般の人がめっちゃ有名みたいなカメじゃないから、なんか それに対してなんか俺がこれを魅力をね、いっぱい伝えるとかはないです。ただただ私が好きなカメをペットちゃんとしてお迎えしました。はい。
お迎えね。お迎えはまあ別にその言ってる人がおかしいとかそういうのは全然ないですよ。だし別に丁寧に使う分には構わないと思いますけど、丁寧じゃない人のことをね批判するのはおかしなことだよ、あると思いますから。逆説的に言うとね、そう、別に丁寧じゃないからといって私生活が丁寧じゃないとは限らないですからね。うん、プロレスラーのヒールが別にご近所さんとめっちゃ仲いいみたいなもんなんで、あの口が悪いからといってそこが悪いというのは違いますから、私はそう思います。そんなもんかな、まあ現状最近の雑談としましたね。じゃあちょっとみんなにバイバイしよう。はいはい、吠えないよ。みんなにバイバイしよう。チャッチャッ、みんな、みんなの方向かな、みんなの。バイバイ、バイ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 、かわいい。